富田勝は、大阪府大阪市天寺区出身のプロ野球選手、解説者、タレント、実業家。大学時代は同期の田淵光一、山本孝二と共に、法政三馬が荒らすと呼ばれた。優勝パレード左から小林育を、山本孝二、富田勝、田淵光一教国高校では2年時の1963年に、周期近畿大会へ進むが、1回戦で、 海南校のエース、山下慶徳に抑えられ7回コールド負け。3年時の1964年には、夏の甲子園不予選でも準々決勝に進出するが、あの校に、堀井和人のいた、明城校に9回逆転負けで、甲子園には届かなかった。高校卒業後は1965年に、法政大学経済学部へ進学し、 東京六大学野球リーグでは在学中に3度のリーグ優勝を経験。4年時の1968年の大学、全日本選手権では、1年下のエース、山中正武の高等もあり、決勝で駒台を下し優勝。田淵、山本と共に、法政三馬がらすと呼ばれ、リーグ屈指の内野手として鳴らした。リーグ通算67試合出場、248。 打数75安打、打率。302、8本塁打、43打点。ベストナインに1回選出。同年のドラフト1位で、南海ホークスに入団。1年目の1969年から75試合に出場し、2年目の1970年には、小ゾール一種に定着して、自己最多の23本塁打を放ち、規定打席にも到達して、リーグ10位の打率。 287を記録。10月22日の最終戦、ロッテ戦では4番打者で先発出場しており、その時の1番打者は他の129試合は4番を打っている野村克也選手兼任監督であった。1971年は左翼手も兼ねるが打撃面で今一つ伸び悩み、1972年のシーズン後半は故障もあって欠場が多かった。 同年オフに、衰えの目立つ長島茂雄の後継三類志候補として、川上哲次監督からの強い要望があり、山内真一、松原昭夫との交換トレードで読売ジャイアンツに移籍。1973年は、土井正造や黒江幸信のの影に隠れて44試合出場に、とどまるが、放題の一年後輩であるエースの江本武則を、要する、ルス。 南海との日本シリーズでは、右手薬指を骨折した長島茂雄に代わり、前後試合に三塁手として先発出場。16打数3安打1打点の成績ながら、V 級達成に貢献。1974年は三塁手、二塁手として43試合に先発出場し、打撃も復活して活躍する。巨人時代の富田は優等生の多いチームの中で、いわゆる、 はみ出し者であり、遠征先では、もちろん、東京にいても、赤坂や六本木の繁華街で飲み歩いていた。同年シーズンオフに、青山のクラブで出会った歌手の白川奈美と結婚し、二次を儲けたが後に離婚。1975年には、デイビー・ジョンソンが入団し、三類種として起用される。巨人の監督に就任した長島との不和や、成績不振などから出番が減少。 シーズン後半に、ジョンソンが故障し、三塁シュの定位置に復帰するが、全く進化を発揮できなかった。同年オフ、張本勲との交換トレードで、高橋十三と共に、日本ハムファイターズへ移籍。1976年のナルトキャンプで、初の休養日の朝10時、他球団から移籍してきた選手に対して、監督室に集合するようにと、連絡が回り、 監督室に向かった、富田ら数名の選手は驚く。それは監督室に酒が用意されており、おおよく来た。まあ飲めや、と、大沢刑事監督が手招きしたからだ。午前中からの飲酒に、さすがの富田も驚いたが、周囲を見渡せば、娯楽室では遠慮することなく酒を飲みながら、麻雀宅を囲んでいる選手たちがいた。巨人で緊急呼び出しの時は大抵は説教か ミーティングか特訓であっただけに、富田は、あまりのギャップに驚いた。これまではタバコを1日50本を吸っていた富田は、禁煙にも取り組み、夫婦で家で、ビール2本の晩酌をしながら、子供の可愛いい仕草を発見し合って、喜ぶのが楽しみになっていた。同年は4月3日の開幕戦、ロッテ戦に怪我で出場できなかったが、富田は、 多少の痛みなら出たいと意欲を見せたものの大沢は、一番、セカンドで使いたいのは山々だが、無理をさせて怪我が長引いたら、本人にもチームにも、マイナスと出場させなかった。富田は、同10日の南海戦からスタメン出場し、早速4打数にあんだ1打点と結果を残し、存在感をアピールした。一時は故障で先発を外れるが、シーズン後半には三塁手に定着し、 5年ぶりに、規定打席に到達してリーグ8位の打率、284を記録。1977年には、自己最高で初の打率。307でリーグ6位の高記録を残し、1978年には、小谷秀夫が三類種となるが、二類種、左翼種に回り、2年連続打率。307でリーグ8位と3年連続ベスト10入りを、記録。 1979年には、開幕から一番、左翼手に起用され、島田誠とコンビを組んで、チャンスメーカーとして活躍。1980年オフに、井上弘明との交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍し、1981年は2類種、3類種として53試合に、先発出場し、8月26日の巨人戦で、 史上二人目の全球団から本塁打を記録。この日の先発は同期で6大学時代からのライバルである星野千一で、ウノヘリング事件も発生している。1982年は、レギュラー陣の校長や若手の台頭もあり、出場機会がなく、同年限りで現役を引退。引退後は、テレビ東京、中京テレビ解説者を務める傍ら、ビー たけしのスポーツ大賞内で野球チーム、たけし軍のスケ人トとして活躍するなどタレントとしても活動。その後は、球界から遠ざかり、大阪で警備会社、トップアカデミーを経営し、年賞1億円で100人近くの従業員を抱えるなど大成功。国際ロータリークラブ会員でもあったが、2015年5月26日、肺がんのため、 大阪市内の病院で生居。68歳没。田淵山本、星野、元放題監督の松永01、南海 OB の上田拓造と、堀井和と、放題の1年後輩である江本と、山中、南海時代のコーチで二軍監督の鈴木隆を、南海時代の同期生の市原実中日スカウトの中原雄一、フィギュアスケート選手の小塚隆彦など、 球界関係者ら約200人が参列。法名は尺八緑。なお、遺骨は、個人の意向で、銀河ステージによる宇宙層にされる予定という。野村克也氏、先入観と固定観念は、百害あって、一理なし、ハット ABCDE、ここに男あり巨人一石選手が演じた男のドラマ、関本、玉井、高橋はじめ、富田の負けてたまるか。 中間ベースボール昭和51年5月3日の、遠く離れて、小もり歌があるから、再び、白川奈美さんザックザック2010.1207、工事士、葬儀で、富田市に分かれ、向こうでも、サンバガラスで、スポニチアンス2 0 1 5年5月30日。ありがとうございます。